こんなコーナー始めてるかは教えないよ。今回はどんな回になるかわかりませんが、やっていきたいと思います。綾瀬先生は黒板の一角に埴輪と土偶の絵を描きながら、その際について熱弁を振るう社会の歴史の先生なんかな。必ずしも絵を描いて説明する必要がないにもかかわらず、図解するあたりなどは本当に熱意が俺の身にも染み渡るようだ。どうでもいいね。だが綾瀬先生、あなたは英語教師だろ。英語教師だって。あ、そうじゃ、前はなんか英語のなんか英単語に関してなんか解説しちゃったような気がするわ。どうしてそれなのに土偶と埴輪の違いを語っているんだ。全然関係ない。脱線さえなければそれなりにいい先生なのにな。まあ綾瀬先生の授業の半分が雑談で埋まっているのはいつものことだから、今更言うことでもない。半分給料泥棒入っとるやないな。半分給料泥棒マンやけんな。半分給料泥棒マン長いな。俺は今のうちにノートに黒板の英文を写しておくことにした。この先生の場合は文法などを説明してから同時に大量に黒板を綴っていくので非常に大変なのだ。他の生徒も必死に書き写しているようだ。蒸し暑い教室の中で聞こえるのはセミの鳴き声とペンを走らせる音のみである。日暮らしろ泣く頃にミンミンゼミだよと。そこになぜか涼しげな水音かなが混じっている。俺は後ろを振り向いてその音の源を確認した。そこにはなぜか黒なぎが机の上に教科書の代わりに水を張った洗面器を置いて険しい顔つきをしていた。どうした。お前何やってんだ。ろくでもないことで何は間違いないだろうけどな。どうせ原因は黒なぎだろうと思ってはいたが、あまりにも不思議な構図に俺はそう問わずにはいられなかった。だが黒なぎは返事もせずに水面を睨んでいる。水で量を取っているにしては様子がおかしい。黒なぎ片手を出して黒なぎの視界を遮る。するとようやく気づいたのかのように俺の方を見る。なんだ高崎、どうしたんだ。それはこっちのセリフだ。お前何やってるんだ。おう、俺か。これはな、特訓なんだ。は？特訓？想像だにしなかった言葉に俺は思わずすっきょんとうな声を上げてしまった。ああ、水中で少しでも長く息を止めていられるための特訓だ。これって夏の定番特訓だぞ。へえ、てっきり俺は水の中で目を開ける訓練をしてるのかと思った。おいおい、俺は海んちだぜ。水中で目を開けられないようじゃ務まらねえって。黒なぎは自信たっぷり返してくれた。俺はそんな黒なぎに対し、頭掴んでみようぜ。俺は無言で黒なぎの後頭部を掴んだボーリングみたいだな。そしてそのまま洗面器いただきつける。ブク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 。何をする。出ました、あポグデビビックの作者でできました。そう怒るな、手伝ってやったんだよ。そもそも授業中にそんなことする方がどうかしてるぜ。おーっと、なんかブラックマヨネーズの小杉出てきたよ。え、どうかしてるぜっていうのは小杉じゃなくてもう片方の方やったな。オーケーオーケー、だったら貴様も道連れだ。黒なぎはよくわからない理由で俺の頭を捕まえようとする。俺はとっさに避ける。捕まったら何をされるか目に見えている。お前らアホだろ。
クロナギ、お前はまだまだ甘いな。ちくしょう、油断していたとはいえぬかったぜ。お前は隙だらけなんだよ。もうちょっと頭を使え。授業で頭を使えや。頭だとは。腕組みをして考える黒なぎ。そしてあ、空飛ぶ埴輪。そんな手に引っ掛かる。頭が悪い。なんて夢のないやつ。夢以前の問題だろう。この時点でお前の頭脳の程度がわかるな。本当に埴輪が飛んでいてもこの状況で見たがる学生などいないだろうに。それでさ、先生がえ、どこどこって言うてるさ。面白いところだったんやけどな。考え込む黒薙、いい加減に諦めればいいのに。彼はどうしても俺に報復したいらしい。無駄な努力なのに。あ、黒薙は何かを思いついたらしい。あ、どうしたんだ。俺は何が来てもいいように身構える。いや、なんと黒薙は次の瞬間妙能に出して俺の体に腕を絡めてくる。正直これは想像つなかった。だってさ、普通はこんなことはやらないだろ。な、何をするんだ。本体を固定しちまえば簡単に捕まえられるんだよな。よく考えてみればさ。バカ、話せ話せってば。先生止めろ。そう止めろお前。さっきからガタ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 とかさ、音立っとるだろ。割でも気づくぐらいには。先生止めろ。俺は無学が黒薙を離さない。むしろどんどんと後ろに引き寄せられてる気がする。もがけばもがくほど抜け出せなくなる。それが俺の必殺技、シザーデスロックだ。プロレスか。まだわけわかんないこと言ってるし。というかやめろ。純粋に熱い、気色悪い。ははは、高崎くん、もう君を離さないぞ。 BL やん。 BL が始まってしまった。どうなんでもやめてくれ、そういうセリフは。不条死が関係するじゃねえか。本当に手肌立ってきたぞ。ちなみに関西風に言うとサボイボである。今はどうでもいいことだが、とにかくピンチだ。このまま俺は黒薙の魔の手にかかってしまうのか。院長を助けて。せめて院長を助けて。そう思った時声がした。二人とも、ああ俺じゃねえよ、黒薙だよ。黒薙の単独犯だよ。俺たち注意して促したのは委員長だ。先生何やってんだ。本当はだったら先生がやるべきなことだぞお前。声をかけられた黒薙はバランスを崩す。体が後ろに引き寄せられる、というか体が重力で床に引き寄せられる。俺と黒薙は机を道連れにして派手に転倒した。頭を押さえながら体を起こす俺、後頭部が思い切り机に激突したのだ。黒薙は机の下敷きになっている。自業自得なので放っておこう。だいたい授業中に洗面器なんて持ち出すから悪い。教室に洗面器というミスマッチな組み合わせですね。そういえばその洗面器はどこ行ったんだ。見たところ床には転がっていない。とすると、水難の層。その声に振り返った時には、頭から洗面器の水をかぶってしまっていた委員長がいた。透けてないかな。ブラ透けてないかな。どうやら洗面器は衝撃で上に跳ね上がって対空していたらしい。そして誤差を伴って委員長に襲いかかってきたようだ。委員長大丈夫か。いや、水も滴るいい女。私が大丈夫そうに見える。いや、そのごめん。なんで謝るんだ。黒薙が悪いんだぞ。俺がしどろもどろになっていると黒薙がようやく起き上がってきた。委員長。何を。いくら夏とはいえスケスケルックなんて委員長はいやらしいぞ。やめろ黒薙、その顔だけを見せてはいかんわ。いくか、ドリルインパクト、ドリルインパクト。はい、ドリルインパクトはなかったわ。二
ミサクラ、ずいぶんと涼しそうだ。先生もずいぶんと涼しそうな顔でおいらを放置してくれましたね。先生も黙っててください。うん、あーエッチですってあーエッチですっていう感じの見た目になっとったんだろうな。つけて教師ですら叶わないとは、今の委員長は最強だ。黒柳くん、高崎くん、ちょっと来なさい。授業中ですけど。やめて、助けてください委員長。つべこべ言わないの。いやー、どな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 。リード繋がれとるし、リード繋がれとるからな。拷問部屋行きですねこれは。俺と黒薙は委員長にズルズルと引きずられて教室を退場していった。女教官みたいな、なんか SM で見るような女教官みたいな服装になっとったんだろうか。その5分後、俺たち2人は、そんなに水が好きならば水がたっぷり入ったバケツでも持ってなさい。いつの時代の罰だよ。めっちゃ目光ってるしという委員長のありがたいお言葉を受けて、バケツを持って廊下に立たされていた。高崎、たまんないな。カズになってるよ、カズになってるよ。字幕は下の名前になってます。いきなりなんかなやなやしく下の名前呼ぶようになり始めてきたぞこいつ。お前、サウナみたいな教室の中と違って涼しくて天国だな。お前っていつもファニーなのな。今時中学校でもやらないような刑罰を受けているというのにこいつは。こういう時は黒薙のお気楽な性格が少しだけ羨ましくなる。でさ、どうする？もっと涼しいことするか。ほらさ、水もたっぷりあることだし。黒薙はさっきのウォーターデスマッチの続きをしたいらしい。でもな、黒薙、その後の片付けも考慮した上で言ってるのか。そうだぞ。うなだれる黒薙。まさかとは思っていたのだが、今はっきり分かった。やはりこいつはいつもノリだけで行動を起こしているんだな。だったら俺もそれ相応の対応をしてもいいわけだ。きっとそうか。あ、どうした高崎。なあ黒薙、ウミンチュにとって水は大切なものだよな。そうだよな。海は幸が取れる、いわば母のような存在だもんな。おお、もちろんだ。いいか、ウミンチュにとっては水は命の源なんだ。絶対に粗末にしてはいけない。さっきまで思いっきり粗末にしまくっていた気がするが、それは気のせいか。気のせいなんだな。ならば俺の分の水の管理も頼めるかな。水は大切にしないとな黒薙くん。俺は黒薙のバケツに自分のバケツの水をギリギリまで注いでいく。おい、何をする高崎。やっぱり水を大切にするお前みたいなのがこういうことに適任だと思うんだよな。入らない分はバケツごと黒薙の首にかける。というわけであとは頼んだぜ。おい、ちょっと、そもそも海の水は真水とは違ってたな。関係あるか、水は水だ。俺は慌てる黒薙に構わず背中に向きで歩き出した。なんだったんこれ、このくだりは。委員長の透けている服が透けてブラジャーが丸めになっているところが見たかったでござる。そろそろ昼時なので購買部でパンを買う。若干時間が長いので、時間が早いので、当然俺の他には買いに来る生徒はいない。なのでたやすく新商品をゲットすることができた。ピザパンか、なかなか斬新な新商品を出してくれるじゃないか。それもうピザでいいじゃないですかね。ピザパンって。そもそもピザがさ、パンみたいな生地やけどさ、あんま斬新っていうもんなんか微妙なとこなんやけどな。パンを片手に中庭に出る。なんか出会いが起きそう。あーなんか初めて来るところとか、まさになんか出会いが起きそうな感じでないか。なんか起きるな、これ。そして中心の大きな木に寄りかかるようにして座る。俺はまだ誰もいない中庭を見渡しながらパンを頬張る。いい奇跡景色やなーって思うけどさ、こういうのもある意味贅沢だよな。お、このパンなかなかうまいぞ。
ピザというものは冷めると大抵まずいのだが、パンと組み合わせることによってそれを補っている。ただ強いて問題点を挙げるとするならば、ピザというより菓子パン寄りだということだ。ピザ風味の菓子パン、俺はうまいので全く問題はないが、何の解説だよ。昼時、7月だけあって日差しは眩しくて暑いが、木陰に入ると爽やかな風が寮を運んできてくれる。昼飯を食べて終わった俺はぼんやりと上を仰ぐ。澄み渡った空がただただ青かった。なんかほんまに綺麗だなって。一番の宝物はこんな大空な気がしてならないなって。何の話だろうな。吸い込まれそうな空というのはまさにこの空なのだろう。何も考えずにのんびりとした時間を過ごすのも悪くないなぁなどと思って寝転がる。なんだか異様に眠い。ほとんど覚えてはいないが、今朝嫌な夢を見たせいであろうか。どんな夢なんだろうなぁ。いっけない、遅刻遅刻とか言うて食パンを加えながら走って曲がり角をぶつかって曲がった時にぶつかったまではいいが、ヤクザにぶつかって示談の条件はみたいな展開になるのかもしれない。なんて読むんじゃこれ、なんて読むんじゃ、なんて読むんじゃ。俺はそんな自分に苦笑しつつも睡魔には勝てずに目を閉じる。寝てしまう、おやすみ。目を閉じれば校舎から聞こえる、なんて読む、喧騒もどこか遠くのことのような気がするよ。意識がまどろんでいると、やがて耳に入るのは心地いい風の音の耳になった。涼しげな風の音は子守歌になり、俺を眠りへと誘う。その風のざわめきに混じってふと誰かの声が聞こえた気がした。はっ、俺は飛び起き辺りを見渡した。周辺には誰もいない。気のせいか、なんだ、なんかちょっと心霊的なスピリチュアル的なゲームだったんこれ。なんかそばに君がいるみたいな、そばに死んだはずの君がいるみたいな、スピリチュアル的なゲームだったんですかこれ。青春ものじゃないん。しかし俺の耳には確かに聞こえた気がした。風の音にかき消されつつも、その声は耳から離れなかった。私は誰みたいな、君の名はみたいな感じか。あ、朝のなんか悪夢みたいな夢ってさ、もしかして誰かと入れ替わってるみたいな夢じゃないのかお前。もしかしたらこれハッピースクールじゃなくて君の名は第2期みたいな感じかお前。俺は何気なく聞こえたままの言葉を口の中で復唱する。私はフィンセント・ファン・ゴッホ、ひまわりの作者。私は青い空の青さを知っている。初めて聞くボイス。知っているから何だって言うんだよ、ふざけんなよ。知っているから何にさまらうつもりだってんだよ。何なんだよお前みたいな、よくわからんやつが写真に出てきやがって。顔見せろよ、ボイスが新しく出てきただけじゃねえかよ。俺は校舎の中に戻ってきた。しかし中途半端に時間が余っているようだ。どこで時間を潰そうか。選択肢？腕はないんか。選択肢が出てきたらさ、その中でさ、面白い選択肢選べば面白いもん見えるかなと思ってたのに。例えばさ、女子更衣室とか選択肢あったらそれ選ぶぜ。キャーってスケベでさ、
スケベ展開になるんだろうな。多分水をかぶった委員長が着替えてるんだろうなって思ったからな。なんとなく俺の足はある場所へと向かっていた。屋上か、もしかして青春の場所、屋上か。わあ、これ屋上行きそうだな。青い空の青さを見に行くにはやっぱ屋上が一番だろう。お前さっきの言葉が耳に残っていたためかもしれない。来た。重い扉が古びた音を立てて開いた。アニメとかってだいたい屋上に行ける学校が多いけど、クローゲームでも例外ではなかった。一陣の風が俺の横を通り抜けていく。誰？風の向こう側に一人の少女がいた。何そのポーズ。おう神よ、我が神よみたいな感じのポーズ。何それ。夏の訪れを実感させてくれる。どこまでも青い空の下に、寿司三昧のポーズしてるな。寿司三昧の代表取締役の娘か。彼女は俺に背を向ける形でそこに立っていた。あ、寿司三昧のポーズの練習してるんだったら俺邪魔になるかな。ごめんな、来ちゃった。制服が規定のものとは、あ、違うんじゃこれ。アホかほうかほうか、委員長が来とるようなやつとも、はるかが来とるようなやつとも違うな、これ。なんか、どこかで見たような制服なんだけどな、思い出せない。この近くにこんな制服の学校があったかな。あまり詳しくないので、わかないが。転校してきて、初日やけん、まだ制服が新しいの揃えられてないみたいな。だったらそれまで、前の学校のでもいいよ、みたいな。そんな感じかな。一瞬他校の生徒かと思ったが、そんなわけはない、転校生なのだろう。風に揺れる長い黒髪、黒か、これ黒か、俺には青く見えるんだけどな。あれ、俺には青く見えるんですけどね。俺、最近仕事疲れで目が疲れてきて、黒、本来黒のものが青く見えてんのかな。ふーん、透明にも分かるほど細い体つき、少なくとも俺の知り合いではない。胸は、胸の大きさは、俺そこ重要なんですけど、胸の大きさは、だけどなぜか、どこかで見覚えがある、どこかで彼女と会ったことがあるような、そんな気がした。やがて少女は俺に気づいたのか、ゆっくりと俺の方を振り向く。あまり目つきはよろしくない感じの人、ちょっと眠そうなんかな。その目はまっすぐに俺を見据えている。少女と目が合う。俺はそのまなざしを知っている気がする。どこかでその瞳に見つめられた気がしてならない。そう思ったとき、少女は表情を変えずにお辞儀をした。俺はつられてお辞儀を返す。俺は何をぼーっとしてるんだ。いや、横いいかな。なんかすごい紳士みたいな感じになってる。高崎がすごい紳士な感じになってますけど、お前はそんな嫌いじゃなかったと思うが。俺は軽く声をかけると、少女の横に陣取る。近寄らないでください、エッチみたいな感じで言われてそうだな。隣に座らないでください、セクハラですよ。隣に座っただけで謎の少女が出てきた。少女は無言でこちらを一物しただけで、再び屋上の空へ、外へと視線を移す。何が見えるのだろうか。俺は少女の見ている方向を見てみる。この学校は少し高台にある。なのでここからは町や遠方の山が一別できるのだ。確かにいい風景だよな。なんで喋ってるんだろうな。よくよく考えてみたら、なんで知らない人と喋ってるんだろうな。少女は少し横目でこちらを見てうなずく。外見のイメージ通り無垢な子のようだ。昼寝するにはいい場所だよな。何も喋ってくれんな。こちらに目を向けるものの、特に肯定も否定も
意思も表さない。相当無口の子のようだ。高崎、いきなり話しかけられてナンパだと思われてるんじゃないな。私ナンパされてる。どうしよう。どうやって払えなければいいの。ダメだ、会話が続かない。俺は諦めておとなしく目の前に広がる風景を眺めることにした。ふとポケットからこぼれたストラップを見て、あ、これ何ですよねみたいな感じでした。え、君も好きなの。はい、これいいですよねみたいな感じでいきなり饒舌に喋り始めたらどうなるかな。えってなるよな。キーホルダー持てない。高崎、お前ポケットの中にキーホルダーとか持てない。それ見せたら、え、それ好きなんですかっていうので話進むかもしれんで。やはり素晴らしい景色だ。しばし俺は風景を鑑賞していた。と、少女は俺の袖を引く。ん？なんだい？なんだいって言い方がさ、お前のキャラじゃないだろうってそれ。不意に少女は口を開いた。細く綺麗な声であった。うなずく、つぶやくような口調は、きっと、生来のものなのだろう。本日は、どうしてここに？え？俺が屋上に来た理由？そう聞かれると、正直困る。別にこれといって明確な理由はないんだけどな。うん、なんか声に導かれてって感じかな。声に導かれてって感じかな。なんだろうな、声に導かれてきたらさ、なんか僕と契約して魔法少女になってよみたいな感じで言われるかもしれんからな。声に導かれたら大体なんか魔法少女とかになってよみたいな感じのさ、そういう魔物がおるような気がするっていうのは俺の固定概念かな。しかし少女はなおも俺の顔を見つめて答えを待っているようだ。本当に困ったな。これは無理やりでも答えるしかなさそうだぞ。行け、君がいるような気がしてって言ってみろ。多分控える。そうだな、俺が屋上へ来た理由を強いて答えならば、選択肢が来た。スローを見ながら考えたいことがあった。違うな、高崎はあんまりそういうのを考えないタイプだ。青い空に近づいてみたかった。違うな、別に青い空に興味なんかあるかって言ったら微妙だからな。屋上で昼寝したかった。高崎っぽいな、これにしようか。この屋上で昼寝したかったの。交換をやめろお前。今の効果はちょっと台無しだったな、雰囲気。お前せっかくちょっとさ、のんびりした感じの雰囲気だったのにさ、ブーンブーンってなんかさ、選択肢を誤った時みたいな感じの効果音になったけどな。とっさに思いついた理由はこれだった。一番平和ではあるけどな。こんなことを思いつくのは最近寝つきが悪くて嫌な夢を見ているせいであろうか。教室だとうるさくて寝られないからね。さっきも同じようなこと言ったけど、昼寝はやっぱりこういう静かなところでするに限るよ。それに中庭だと落ち着いて寝られない気がする。それを心で付け加えた。もしかして君もここに昼寝に来たのかい。なんでそこで驚くんだろう。少女は首をフルフルと振って否定する。黒少女にしては大きなリアクションアクションである。それに気づくと途端に怪しくなってきた。何か動揺しているようにも見えるし。よし、そんなに隠さなくてもいいって俺には分かってるさ。ああ、カマかけるかかってきたな、これ。君が夜9時に寝ないと寝不足になる体質だってことはな。なんか違うな、カマかけてるんじゃないなこれ。ふざけにかかってるなこれ。受け狙いにいってるなこれ。はって感じになってる。はって顔になってる。俺にはわかる。はって顔になってるこれ。
昨日の特番面白かったからな。ケーキ作りの美味しそうだったしな。野球で時間帯がずれなければ君もこんなところでひっそりと昼寝なんてしないでも済んだのにな。何言ってんだこいつみたいな顔になってるけど。少女は体いっぱいでそれを否定する。ジェスチャーゲームでもやってんのか。全然喋らへんな。そんな少女の様子がおかしくて俺はさらにからかってしまう。ただしやりすぎたのかしまいには俺は少女にそっぽを向かえてしまったのだが、会話が途切れてどれくらいそうしていただろうか。そろそろ午後の授業が始まるくらいかと思ったとき、少女はもう一言だけ聞いてきた。この場所好きですか。何このクラナドみたいな展開。京都アニメーションのアニメでありそうな感じの展開なんだ。光の中揺らめいた言葉も思いも全部。ここが好きかって、この学校が好きですか。なんだ古川渚か。山の方ならば別だが、この辺りでは黒場所ほど見晴らしがいい場所はないだろう。だから俺は好きだぜこの場所。答えを聞いて少女はうなずく。相変わらずその表情からは心情を読み取ることは不可能に近いのだが、午後の授業開始を告げる予例のジャイムが鳴り響く。やはりもう時間か。君もそろそろ戻った方がいいんじゃないのか。少女に声をかけると、俺は教室に戻るべく歩き始める。その時だった。初めて向こうから話しかけてきた。背中に少女の声を聞き、俺は立ち止まって振り返る。どうしたんだ。少女は相変わらず表情を変えずにつぶやくように声をかけてきた。またこうしてここで会えませんか。お、誘われてる。なんだよ、なんだなんだ。本当は高崎くんのことを一目惚れしちゃったんじゃないの。え、正直意外だった。彼女の方からするようなことを言ってくるとは。そんな俺の反応を見て彼女は言葉を付け加えた。お話しするの楽しかったです。楽しかったん。楽しかったん。全然楽しそうに見えなかったけど楽しかったん。とてもそうには見えなかったのだが、まあこう見えてもこの子はこの子なりに楽しんでいたのだろう。そう解釈した俺は返事を待っている少女に言った。じゃあさ、また昼休みに時々ここに来るよ。少女はそれを聞いてうなずく。そして言った。お待ちしています。フリーダイヤルは01208895184889-51を早く来いようでお待ちしております。何だったんだろう今の不思議の時間、不思議な時間は。なんか物語の真理に近づいた気がする。なんか不思議な気持ちのまま終わり。